今そういうその芽が芽生えています。そして、この近い将来民主化を化できるという希望がなければ、長く続いた独裁、政治の腐敗、そして社会的経済的なその不公平、これにその不満と義憤を感じ取る人々、特に若い人々、労働者、知識人、そしてアメリカや日本の独裁支援に対してその反発している人々、こういう人々を中心にレディカリズムがその大きくなっていくのは避けられないです。私の話が少しでも誇張でないということは、すでにアメリカの文化院の 2,3 カ所に放火が起こったでしょう。アメリカの国旗がその焼かれたことが何回あるでしょう。それを見ても決して私の話が不当でないということは分かるじゃないですか。例えば学生たちが非常にそのレディカル化していくと何回か発表したでしょ。これは決して私一人の誇張じゃないです。今はそういう段階ではないけれども、そういう可能性は見る目を持って見れば十分に感じられます。ただそれを私はそうならないように、未然に対応するために、目的が帰国の大きな目的の一つです。